音立花姫より音立花姫は、日本穂高の日。日本初期は、音立花姫とするが、古事記では音立花姫命とする。日本初期によれば、穂住市押山すクねの娘。日本穂高との間に、若竹彦を設ける。さらに相模においでになって、上ずに渡ろうとされた。海を望まれて、大元相互して、こんな小さい海。 飛び上がってでも渡ることができようと言われた。ところが、海の中ほどまで来たとき、突然暴風が起こって、三船は漂流して渡ることができなかった。その時き三子に突き従っておられたけがありなは、音立花姫という、穂積市の押山すくねの女である。三子に申されるのに、今、風が起こり葉が荒れて、三船は沈みそうです。これはきっと渡積みの仕業です。 癒しい私めが、巫女の身代わりに海に入りましょうと。そして、言い終わるとすぐ波を押し分け海にお入りになった。暴風はすぐにやんだ。船はブージガンにつけられた。時の人は、その海を名付けて、ハセミズと言った。こうして、日本穂高は、カズサより転じて、道の区国に入られた。その時大きな鏡を船に掲げて、回路を取って、足裏を回り。 玉穂を横切って、映像の支配地に入られた。千葉県茂原市本治めには、玉穂に渡った日本穂高が、立花の木を姫の墓標としたことを由来としている、吉住神社がある。この神社は、縁起式内社で、数佐サ五社の一つであり、数佐国二宮であり、唯一の聖史に記された音立花姫を祀る神社である。この神社の由緒には、音立花姫が御事に申し上げたことは、 君公の、ハせたまマエル剣は、昔佐の孫大蛇の尾より切り出したまう方圏なれば、悪神竜見船を覆し、宝剣をトンとして起こるところの暴風ならん、我宝剣と君とに代わり、海中に入りて、悪竜を退治し、君公と宝剣を安泰ならしめ、また、天下構成の日をして、都会風派の難を、救い日、英海中の守護神となるべしとあり、神社は、 海上の守護神と仰がれている。統制の軍を率いて、暴走半島に渡った日本穂高のその後の後軍の、道筋は、海路北上したとも、陸路か取り海に出たともされるが、陸路図体に、日本穂高の伝説と御子と音立花姫を祭神と、する神社が多い。古事記は、やいずで、愛武国像に騙され、ひぜめに会い、山と姫の命より賜わった草薙県によって、 難を逃れた山とける命が橋うど海に至った時、海は荒れ狂い先に進むことが不可能になった。渡積の怒りを解くため、音立花姫命は、私は夫である巫女の身に代わって、海の中に入ります。どうぞ巫女の統制を守らせたまえと念じ、波の上に寒畳屋へ、川畳屋へ、絹畳屋へを敷いて、その上に座って、海に降りた。すると波が穏やかになり、 船を進めることが可能になったとする。そこより入り幸いでまして、橋うどかいを渡り玉ひしとき、その私の神路を起こし、船を巡らして、進み渡り玉はザリキ。子にその子を、名は音立花姫命申したまひしく、めかけみこにえきりて、海の中に入らむ。みこは剣破さえ姿勢とげて、またそうしたまうべしと間を下巻いて、海に入りたまあむとするときに、菅城八十、 川畳屋へ、絹畳屋へを、波の上に敷きて、その上に下りましき。銭、その後自ら服着て、三船と串三木。ここに、その甲海沸く暇ひ,ひしく、とうたひたま引き。彼、七日の後、その甲のお串海辺に寄りき。すなわちその串を取りて、五両を作りておさめを聞き。呼んだ和歌は、相部の野に燃え立つ日の中で、私の心配をしてくださった。 あなたという意味である。愛部国像に騙され、ひぜめに会った時のことを言っている。古事記にのみ存在する歌である。山と竹る命に対する感謝の気持ちがよく現れている。山と竹る命の、東はやという言葉と合わせると、二人は固い絆で結ばれていたことがわかる。また、彼女が持っていた櫛は、七日後、海岸に流れ着いた。 その串を取って御霊を作り収めたのが、吉樹神社の由来ともされている。音立花姫を忘れられない日本穂高は、日本初期では、薄日の峰、古事記によれば、足柄の坂本で、東まはやと嘆いた。日本の東部を、東と呼ぶのは、この古事にちなむという、いわゆる、地名起源説話である。日立国風土記においては、彼女は、大立花姫命あるいは、 立花皇后、夫の日本穂高は、和武天皇と表記されており、天皇皇后と称されている。行方郡上に、また、和武天皇の記載、大立花姫命、和より降り来て、この地に参り、偶日玉引き。これ、安布賀の優というとし、和武天皇が和から降ってきた大立花姫命と安、布賀の言で再会したことが、高郡上には、 ここに、天皇屋に幸いし、立花皇后をやりて、海に望みて砂虎しめ、捕獲の利を愛せリハムと、山と海のものに分かれて探りたま行きとあり、和武天皇がのに、立花皇后が海に分かれて狩りを競い合ったことが、記されている。仙台旧児本義七冠天皇本義では、慶光天皇の皇で、小住市吉山宿根の娘の夫立花姫が、若竹彦を生むとあり、また、 生務天皇の功で、音立花姫が旧難を生むとある。浦賀水道を数差に向かう、祭のことが主題であり、音立花姫の伝説と祭人とする神社が数差に多いのは当然であるが、千葉県の他関東一円に、東神社が分布し、千葉県茂原市の吉祖神社と同名の吉祖神社が神奈川県などにある。その他、野の神社や橋渦神社のように、 日本穂高を祀る神社に行使されている例もある。現在の東京湾沿岸の袖ヶ浦市と奈良市の市に袖ヶ浦という地名があるが、これは、音立花姫の着物の袖が流れ着いたという伝説から名付けられた地名だと言われる。右と左の袖のうち、片方が袖ヶ浦市に、もう一方が奈良市の市に流れ着いたともされる。名の上緑の立花は、古くより聖樹とみなされたことから、 音立花姫を見事する説も根強い。日本初期前言第5七7 4ページ、日本初期前言第5六6 8ページ、東京安市80ページ、古事記前約中150ページ、古事記前約中147ページ、日本初期前言第5六6 9ページ、古事記前約中153ページ、 風土記新編日本古典文学全集5388ページ、風土記新編日本古典文学全集5417ページ、人物伝承知典古代、中世編54ページ。ありがとうございます。